はい、毎度どうも恐縮です。キミヤスと申します。アランウェイクリマスタードやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回の目標はガソリンスタンドへ向かうですね。書いた覚えのない自分の原稿を見つけたアランは、奇妙な夢に包まれた男たちに襲われながらも必死にスタンドを目指すということですね。はい、ということで早速やっていきましょう。ね、アリスはどこ行ってしまったんですかね。アランの奥さんであるアリスなんですけどもね、突然さらわれてしまってね、アランもね、これ夢の中なのかな、ちょっとね、夢と現実がちょっとごっちゃになってる状況なんですよね。そう、足元に流れる川を見たとき、頭の中で何かがひらめいた。水を見るのも嫌だったが、何とかして川を渡らなければならなかった。そう、夢の世界、この霧がかったところは大体夢の世界にいるっぽいんですよ、なんかね。でね、しかもこの丸太はね、結構ね、なんだろう、補正効かないですよね。この要するにこの、まあ、この方向にまっすぐ行くと普通に落ちます。はい。なので、慎重に渡らないといけません、これはね。OK。で、ちょっと他にアイテムないかな。いろいろ探しながら行きたいと思いますが、これ渡れるのかな？いける、一応いけるよ。いけるけど、その先にあるもん、なんかある、コーヒーポットだ。これコレクションアイテム、いわゆる収集品みたいな感じですかね。このアランウェイクの中では100個あるっぽいんですよね、コーヒーポットがね。それを全部集めると何が起きるかちょっとわかんないんですけど、はい。一応、取れるときは取りたいかな、みたいな感じではございます。特に体力回復とかしません。はい。とりあえず行こう。どこだこれは。一応左上のアイコン、コンパス、方向を示してくれるんですよね。ね、目標を示してくれるコンパスがあるので、これは頼りに行きたいと思います。で、赤いゲージはアランの体力ですね。スタッキーだった。闇の中を追ってきていた。生きてたんだ。前回の動画でね、家ごとね、こう崖に落ちたんですけど、その時にスタッキーが巻き込まれたのかなと思いきや、実は生きてたというね、大変だな、これね。なんかある。リボルバーの弾薬を取る。で、リチウムバッテリーを取る。OK。リチウムバッテリーは懐中電灯のバッテリーですね。まぁ、ちょっと。場所悪いの、これ。受けて、これ、まず、お、また、ここ、切らせて、逃げるか。バッテリー少しずつ回復するんですけど、即座に回復したい場合は、バッテリーを交換する必要があります。どこ飛びた。いいのに。一人つけた。まずはこのね、闇のバリア。敵はこう、闇のバリアに包まれてるから、このね、リボルバー、いわゆるハンドガンの弾がね、攻撃が、ダメージが入らないんですよね。なので、一旦その光で、懐中電灯光を使って、これね。で、これを使って、闇のバリアを剥ぎ取る必要があるんですよね。で、この懐中電灯の光量もこうやって L2 ボタンで上げることができるんですけど、バッテリーを早く消耗してしまうんでね。はい。で、このままの状態ならば、バッテリーで使わないんですけど、この氷を上げるときだけバッテリーを消費するんです。でもそのバッテリーも自然回復するので、これは使いどころですね。今ちょっと節約しながら、バッテリーを節約しながら戦ったんですけど、だから敵に囲めたらもう全部バッテリーを使った方がいいかもしれませんね。はい。さあ、チェックポイント。でね、たまにね、こうライト当てたときにね、黄色い矢印が出るときがありまして、それは、これ。ちょっと、これね、隅々まで探したい気がしますね、これね。階段は壊れていた。別の手段を探すほかなかった。あ、なるほど。迂回しなきゃいけんだ。高台の道までたどり着くですね。はい。なんとかして上へ登る方法を見つけなくてはならなかった。ちょっと待って、いろいろ探してるんですよ。その前、矢印引くか。あ、また。これ開いて。大学とかたまに入ってます。空いてるボックス。ああ、いっぱいか。大学いっぱいになっちゃった。OK。先にこっち選びましょうか。ちょっといろいろご説明があるんですけど、ちょっとこっち行こう。この矢印。これは、こうやって、ひっくり返すとたまに出てくるときがあります。これを追っていくんですよね、矢印の後。
ずっと追ってて、またありますね。追ってく。ここなんだろう。点があるけど、ここには何かな。あるある。ずっと左だっていう。示しますね、左。左？もう行っていいのかな。左？何もないぞ。ちょっと待て、途切れたぞ。あるある。ちょっと分かりにくいね今回な。とりあえずもうナスがままに行くしかない感じですね、今みたいにね。手がかりが急に消えるパターンがあるけど、あれかな、こっちは何もないもんね。あの家だいたい、家の中にだいたいアイテムが入ってます。まあ外れの時もありますけどね。だから家があったらちょっと調べる必要がありますね。奴らはもはや人間ではない。ザ・テイクン・ア・フィールド・ウィズ・ダークネス。ダークネス、闇に満ち溢れているってことですかね、これね。ちょっとわかんない。こんなかな。で、さっき黄色い矢印は最終的にこういうゴールに達します。こういうろうそくのマークかな、火のマークかな、ろうそくかな。ここに大体こう近くにこういうアイテムがあるんですよね。これを取ると、まあいいアイテムが入っていると。いいアイテムと結構限られてますけどね。まあ大学補充とかになります、なると思いますんでね。でこれはね、差があったら、もし矢印見つけたら、絶対見つけたいところですね、これはね。よし、行こう。で、じゃあ本来の高台の道までたどり着くというのをやっていきましょうか。迂回しなきゃいけないですね、これね。また。行くか、こっちか。で、まずは、どうするんだ、これ。降りよう。降りて、で、コンパスの指示に従うとこっちか。高台？あとまだあれか、まだ分かんないか。こっちか。迂回ルートか。上になんか上がるようなルートを探さなきゃいけないのか。あ、なんかそこで道できてるな。これか。階段は使えない。なんとかして別のルートを探す必要があった。これ何これ。調べる。電気が来ていなかった。どこかにジェネレーターがあるはずだった。ジェネレーターがあるはずだった。あ、方向変わった。目標変わった。あ、なんか奥になんか大体じゃない、あの緑の点滅。あれ大体電源だったりジェネレーターだったりするんで、あれかな。行ってみるか。おお、来た。あ、じゃ囲まれてない。3人フレアガン使った。ほい、一旦ビリを作る。フレアガンはこのように普通の敵だったらこうやって一発で倒れてくるんですけど、硬い敵だったらちょっとね、若干何回か撃たなきゃダメなんですよね。だから弱い敵に対して結構絶大な、ね、感じですね。数多い敵に、数が多い敵でね、起動する、スキルチェック。緑の時にバズボタン、緑が来たらこう、スキルチェック。で、これを稼働して電源入った。その前にこのね、家の中ちょっと調べますか。待って。お、原稿を拾う。原稿はちょっとクセモノでございましてね。ウェイク、鳥の群れに襲撃される。姿を現すより先に、まず凄まじい鳴き声が突然空を覆い尽くした。次の瞬間、俺はおびただしい数の黒真珠のような目に狙われていた。フラッシュライトを向けると、群れは花火のように飛び散った。焦げた羽が灰となって降り注ぎ、俺の悲鳴は断末魔にかき消された。おお、これがね、実は予言だったり、なんか単なるこの小説の一部だったりするので、ちょっとね、この先気をつけなきゃいけないかもしれないという感じなんですよね。実際に起こり得ることかもしれないしね、起こらないかもしれないけどね。うん、なのでちょっとね、こういう原稿は拾っておきたいところですけどね。この辺は特にないかな。まあ、ちなみに今ゲットしたショットガンですね。大体弱い敵だったら一発で倒せますね。その闇のバリアを破った後ですけどね。あ、特にないかな。あ、でもこれを
あ、方角特殊で合ってるな、合ってるな、方角的に合ってる。なんかあそこキラキラしてる。あれは、あ、コーヒーポットだ。取りましょう。取って、そして、電源が入ったらこれね、このスイッチを使おうか。これ何のスイッチこれ。はい。ログリフトを動かす。あー、その切れ目を補う役割ね、これね。こんな感じでいいかな。で、ここを渡っていけってことね。どれ？これか。で、こっちか。あ、ちゃんとご丁寧にはしごありますよ、これね。登ろう。で、こいつを使って、あ、渡るわけでもないね。よし。あ、隙間があったのか。やべやべ。ちゃんとジャンプしなくちゃいけないんだ。とことリアル思考なアランウェイクでした。はい。ほんとね、さっきも話しましたけど、川を渡るマナタの時はね、ちゃんとね、真ん中を渡んないとね、ほんと、いざ誤って落ちるとね、ほんとにゲームオーバーになりますからね。ゲームオーバーですね。なりますからね。もう注意が必要です。で、これで、迂回したってことか、ルートで、ルートをね。あ、こっちこっち。こういうとこ。そこは何もないのかな。ちょっとそこにちょっと、アイテムがないか。ないな。はい。で、目標変わってガソリンスタンドに向かうですね。で、そこになんか小屋があるからちょっと行ってみましょうか。で、光のあるとこはね、安全地帯。体力の回復も早まります。暗いとこ、一応体力回復は暗いところでもできるんですけど、回復速度は遅いです、結構。ちょっとが大学だと。よし。これラジオ。ラジオはオンにしとこう。これもね、なんかね、ですね、統計データ。あるっぽいですよね、一応ね。一応ありますけど。どこだ、ラジオ。どっかあったよね。そう、聞いたラジオ番組行ったんですね。11個あるんですよね、全部で。この声の主は、序盤で出てきたの、パッド・メイソンか、メイソンかな。うん。その人の声ですね、これね。さあ、さっき、おっと、これまたあるのか、これ。あ、ありますね、隠しアイテム。こっち？お、あ、今回簡単だ。これ取っとこうか。今、結構今、アイテムいっぱいなんだよな。あ、でも、フレアガンの弾結構ゲットした。6発も入ってる。オッケーオッケー。最高。さあ、行くぞ行くぞ。お、そこになんか光ってる。これ。これ原稿だ。ウェイク、原稿を探す。最初原稿は、まるで偶然のように見つかった。書いた覚えのないその小説は、恐ろしい予言の書。あるいは、新たな世界の創世記だった。やがて俺は夢中で残りのページを探し始めた。自分自身とアリスを救うために。そうなんですね。この予言の書、あるいは新たな世界の創世記だったということなんでね、まあ、拾って損はないということですね。むしろ拾った方がいいという感じのアイテムですね、これね。原稿はね。さあ行きましょう。どこだ？方角的にはこっちですね。まあ、このまっすぐ向かった方向が向かうべき方向ですね。スタンドは閉まっていたが、キラキラ暗闇を照らす照明が頼もしかった。あ、あれはカール・スタッキーかな。カール・スタッキーは確か動画の1番目かな。で、ちょっと出てくるんですけどね。そう。あのキャビンという宿泊先の鍵を渡すはずだったんですね。カールスタッキーがもらうはずだったんですけど、カールスタッキーがいなくて、あのトイレから出てこなくて、で違う人からもらったんですね、鍵をね。でそこからちょっとね、こう事態が悪化したって感じなんですよね。さあ、ちょっとこっちか。こっちでいいのかな。うん、ちょっとこっちの引退だ、引きだ。ほっ、斧を投げる瞬間に切れませんでしたと思う。できますか。で、こうやって。おっ、一人出した。あ、もう一人。来い。斧を投げてくる敵にはね、こう、氷を上げてあげ、氷を少し上げて当てると、
ひるむんですよね。その修正を覚えておくと結構便利ですよ、これ。はい。いちいち斧を投げさせて避ける必要もなくなるんでね。とっさの判断が早ければね、なるべく氷を上げて斧を投げるのやめさせた方がいいかもしれませんね。後ろから来てくる。いや、違う。こうか。あれ、こうして回って。見るね。避ける。氷を上げる。上げる。照らして、照らして。ここあんま立てない。おっ、つくやつ。回避利用した。氷を上げる。氷を上げる。まぶしそうしてる。よし。股間狙ってた。思いっきり股間狙ってましたね。なんかね。すいません。よし。まだいるかな。走ること、ちょっと申し訳ない。いて、そっから不意打ちだな、君ね。当てる？一回倒すか。一人つけたい。痛い。無理か、無理か。あー、弾が足んない。移動中も一応光量を上げることができるっぽいのかな。今できたのかな。うん、できたとしたら結構ね、それを併用した方がいいかもしれませんね。敵に囲まれた時は。お、まだいるの。結構出てくるね。横にもいるね。横にもいて、くぅ、いった。当てて、これ入れる。用途特にいた、こいつか。上げる、あげる。はい。はい。OK。まだ出てくるかな、わからないな。いや、先を急ぐか。走ることもできるんですけど、スタミナゲージないけど、一応スタミナの概念はあります。はい。だから走り続けると疲れて、もう歩くことになっちゃうかな。歩くスピードだったりしますね。走ってるんだけど、スピードが歩くスピードだったりする。後ろ？また。また。ここまずいよ。はい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 。まだバテやるね。こいつをつけたいな。どうぞ。で、当てながら。また失敗した。よし、OK。弾薬がなくなってきました。これまずいな。食とかに切り替えとくか。あそこに原稿かな、あれは。光ってんの。あるね。撮りましょう。今度なんだろう。ガソリンスタンドのテレビ。スタンドのガレージは暗く、静まり返っていた。そこはまるで乱闘の跡のようにひどく荒らされていた。奥のドアから光が漏れている。突然眩しい光に目がくらんだ。棚に置かれた古いポータブルテレビが勝手についたのだ。画面の中では信じられないことに俺自身が狂ったように独り言をまくし立てていた。なんだこれは。狂ったように独り言をまくし立てていたってどういう状況なんですかね。まあ、ガソリンスタンドに行けばわかるかな。それが本当だったらちょっと嫌ですね。なんかね、どうなってんだ狂ったようにって。お、光。お、あそこにライテーボックスある。よし、まず安全地帯だ。 OKOKOK。 で、ここライテーもらいましょう。弾あるかな。 OK、 あるね。あ、でも弾薬が少ない。バッテリーはいっぱいあるけど、この辺はちょっと、あ、アイテムないね。もう崖だからこれないか。ちなみにこういう高いところから落ちると普通に死にます。はい。だからなるべく気をつけていきましょうね、これね。さあ、いろいろくまなく探したいところですけど、大丈夫かな。これぐらいなら大丈夫かな、この段差だったら。お、またなんか矢印がある。どこ、ヒントがないとわかんない。あららら、ら、あるね、あるね。これか。開ける。弾薬が入っててくれ。フレアガンの弾か。あ、でもフレアガンばっかりだな。あ、いいですね、これね。これ使っていこうか。他にアイテムないかな。コーヒーポットも特になし。ない、ないよ。その隙間とか。あ、さすがにそこまでないか。お、何やろ。急に動いてる。
どうしちゃったんだカールスタッキーは。あれカールスタッキーだよな。結構もう暴走してますね。なんか闇が怖いっていうか、闇は危ないって言ってましたからね、ダイナーのおばさんがね。どういうふうに闇がやばいのかちょっとまだ分かんないですよね。あそこになんか白い点があるの、遠くに。ちょっと待ってくださいね、何もないか。お、また来た。なんだなんだ、囲まれてんじゃんこれ。またフレアガン使うか。よいしょ、またこうか。こういうふうには使った方がいいか。いっぱいあるし、弾いっぱいあるし。オッケー、どうぞ。そう、敵が倒すと消えちゃうんですよね、消滅してしまうんですよね。どうなってんだよ本当に。何の音だあれは。まあそこ取るか、原稿取って。ウェイク、保安官に嘘をつく。湖のキャビンですか。そう言って保安官はいぶかしげに俺を見た。早朝の明るい日差しが窓から降り注いでいる。彼女が現れなければ森から生きて帰ることは不可能だったろう。だが昨夜の出来事を打ち明けるわけにはいかなかった。信じてもらえるわけがない。俺は拘留されアリスを探せなくなってしまう事態を恐れた。なんかこれは結構現実的な話の雰囲気はありますよこれね。保安官に本当のことは言えないっていうことがちょっと痛いところですよね。助けてもらいたいけどね。お、またショットガンの弾が。これはもらいます。一応バッテリーはもういっぱいです。ん？テレビ使う。ニュートン、アインシュタイン、カール・セーガン、人類の進化に貢献した彼らは永遠の名声を勝ち取った。時にその代償は途方もなく高くつく。それがここの掟なのだ。ナイトスプリングス。今夜のお話は量子自殺。運命のシナリオを書き換えるのはとても勇気がいることだ。バークレイ・コルビン博士は今まさに記者たちの目前で実践しようとしていた。皆さんこんばんは。ドクター・バークレイ・コルビンです。今夜皆さんをムーアコック研究所にお招きしたのはパラレルワールドの解釈に関する公開実験を行うためです。さてここに弾の入ったピストルがあります。これを使って今から実演しますものは思考実験の一つで、一般的には量子自殺として知られております。自殺だって？本物の銃か？まさかな。どうぞご静粛に。危険はありません。今から銃で頭を撃つので何が起きるかご覧あれ。インチキじゃないかって？ではあの植木鉢をご覧ください。しかしこの銃では私を殺せません。引き金を引くたび銃から弾が発射されない現実と発射される現実という2つの現実が現れますが、この装置を使えば 100% の確率で前者の現実が現れます。つまり何があろうともこの銃で私を殺すことは不可能なのです。ちょっとそれって引き金を引くたびにあなたはもう一つの現実で死んでるってことですか？もちろん。ただそれは大した問題じゃない。ある瞬間に何かが起きるという無限の可能性のうちの一つに過ぎません。肝心なのはここでは何も起きないという事実でしょう。あんたイカれてるよ。イカれてる？私がイカれてると？あのここのコード足が引っかかって抜けちゃったんですけど。いいでしょう。では漁師が起こす奇跡をご覧なさい。哀れなコルビン博士、過剰な自信が裏目に出たのか、大衆の声を無視した報いか、いずれにせよ
パンドラの箱を開けるべきではなかったのだ。好奇心が命取りになる場所、それがナイトスプリングス。いやー、これちょっと恐ろしい話だな。このナイトスプリングスで日本でもこういったような番組ありますよね。ちょっとね、こういう怪奇現象っていうのかな、ちょっと世にも不思議な出来事っていうのかな、はい、そういった感じのテレビ番組ですね、これね。はい、ということでございまして、今回動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。また次回もやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。